映画が大好きな私が過去に見た作品を記憶にある限り大体な感じで紹介します。ネタバレ、うろ覚え、設定間違い、適当な説明、ざっくり感などを含みます。キャラクターの名前なんて覚えちゃいません。あらかじめご了承ください。苦情は受け付けない。何やらかしたんだよ。車でやってくる女たち、あんたが犯人だって知ってるのよ。殺人鬼がやってきて運転してた女を殺したぞ、という撮影でした。デモンズ6最終戦争。1989年のイタリアのホラー映画、エドガー・アラン・ポーの黒猫が原作という記述を結構見かけますが、黒猫はこんなにエキセントリックな内容ではないので違うと思います。監督脚本はルイジ・コッツィさん。もともとダリオ・アルジェントさんの助手だったらしいお方。今作もアルジェントの弟子であるミケーレ・ソアビーさんがカメオ出演しております。アルジェント関係者が関わったことによりデモンズの名を付けられたかと思いきや、アメリカ版のタイトルがデモンズ6だったようです。しかしいくらアメリカタイトルがそうだったとはいえ、全然デモンズではない。内容的にはデモンズというより身内が作ったサスペリア風の映画。私の耳が確かならば、もろにサスペリアのテーマが使われておりましたよ。もともとサスペリアの続編として制作される予定だったという話もあるみたいです。劇中でもサスペリアの話題が出ていますし、映像や照明もどことなくサスペリアテイスト。時折鳴り響くロックな音楽はちょっとだけデモンズっぽいかもしれなくもない。魔女を題材にした映画を撮影しようとする監督と魔女役に抜擢されたその妻。脚本に描かれていたのは実在の魔女で、その名を使ったことにより蘇ってしまった。デモンズっぽくは全然ないが、なかなか面白そうな話なんですが、途中から難解なんだか適当なんだかわけのわからない展開になり、何が何と何で戦ってんだか、魔女と誰が何なんだかわからないエキセントリックな展開に。へんてこな映画ですが、私みたいのはこんなのが大好きです。それでは、魔女のイボ顔のデザインがキモくていいですね、ネタバレ。ホラー映画クイーンの女優の女と、夫の映画監督と、息子とそのシッター、脚本家と同じく女優のその妻と食事をしながら、次の作品の構想を語るぞ。次はマジやべえ魔女の映画で、君は魔女役だよ。サスペリアね。同じ設定の違う映画だよ。それってオブラートに包んで言うとリメイクってことね。早速魔女の役作りを鏡の前でやっていると、お前なんかが私の役やるな。緑のゲロだ。こんなところで緑のゲロが見れるとは思わなかったよ。悪夢を見たんだと思って眠りにつく女優だったが、魔女はしつこい。謎の女の子が話しかけてきたと思ったら魔女が来た。多分魔女にぶっ壊されたであろう冷蔵庫。超厄介な魔女じゃないですか。夫の監督と脚本家はマジで厄介そうなプロデューサーに交渉しに、女優の妻は自宅で結構ボリュームのある不思議体験をする。監督たちは作品のためにオカルト専門家にアドバイスをもらいに、その魔女はマジやべえから取り憑かれる恐れがある。もう取り憑かれてましたけど。オカルトは鏡と新生児がいると魔女が蘇るからやべえと思っている。鏡も子供もいるのでもうやべえと思いますけど。また謎の子供に呼ばれてくると、テレビから汚ねえのと一緒にナイフが出てきた。でも女優はそのナイフで子供を手にかけようとしてしまうという夢を見たのだった。女優と監督の子供がいなくなってしまった。でも旦那は警察には届けない。脚本家が自宅に車で突っ込んできたぞ。謎の宇宙の映像。この辺からはもうなんだかわかりません。子供を探してプロデューサーの家に来ると、えらいことになってるプロデューサー。実は監督といい感じだった脚本家の妻は魔女の手下だったみたい。ものすごくでかい魔女の顔。シッターの女と始まる意味不明なサイキックバトル。そして物語はとっちらかったものはとっちらかったまま終わってゆきました。星、いや、魔女のイボたくさん。終わり。